はいどうも、ミニマリストのたけるです。このチャンネルでは自由で身軽なライフスタイルを追求するミニマリストが、子供がいても少ないものとお金でのんびり暮らすをコンセプトに、実践的な暮らしのヒントを発信しております。もし興味がありましたらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で、今回の動画では暮らしとお金に余裕を作る3月中にやっておきたいことについてお話をしていきます。早速ですが、皆様にお尋ねします。冬から春になるこの季節の変わり目に、持ち物の見直しはできていますでしょうか？そして新年度新生活に向けた準備はできていますでしょうか？ぜひ皆さんには早め早めにね、準備を終えて新年度新生活に向けてしっかりいいスタートを切ってほしいので、今回の動画では暮らしとお金に余裕を作るための3月中にやっておくべきことを皆さんと今回シェアさせていただけたらと思います。今回の動画を最後までご覧いただければ、新年度新生活に向けた準備の仕方がわかると思います。今回の動画も僕が実際に実践した体験談でお話をしていきます。そしてとても有効だと思っている行動のみピックアップいたしましたので、ぜひ参考にしてみてください。では早速本題に参りましょう。まず一つ目から参ります。3月中にやっておきたいこと、一つ目は冬物の見直し、処分、メンテナンス、そして春物を出すということですね。3月の暖かくなった時期にぜひ冬物の見直し、処分、メンテナンスをして、必要であれば春物を出しましょう。例えば冬物というと、冬物の衣類ですね。コートだったり、ヒートテック、セーター、マフラー、手袋、靴下、冬物のストッキングだったり、帽子だったり、ニット帽だったり、あとは子供の衣類とかですかね。そういった冬物の衣類以外にも、冬物のお布団やシーツ、電気毛布、そして暖房器具だったり、あとは雪国、まあ、雪が降る地域にお住まいの方なんかだと、灯油用のポリタンクを玄関に置いてあったりとかするご家庭もあるかと思いますので、そういったものだったりとか、あとは冬物の調理器具ですかね。土鍋だったり、カセットコンロだったりとか、冬にしか使わない調理器具とかもありますので、まあ、そういったもの、冬物の見直し、そして処分、必要であればメンテナンスをして、でその準備が終わったら春物を出していくっていうのが大事じゃないかなと思います。で、冬物の見直しポイントとしては大きく3つございますので、ぜひ参考にしてみてください。まず1つ目の見直しポイントは、今年の冬、今回の冬で使いましたかっていうことですね。これ使ったものに関しては来年も使う可能性がありますので、しっかりメンテナンスをして収納をしましょう。ただ今年の冬使わなかったなっていう冬物もあると思うので、そういったものは、まあ、処分を検討するとか、売るとか、手放すっていうのをやってみてください。続いて2つ目冬物の見直しポイントは、来年の冬使いますかということですね。今年の冬使ったんだけど、来年の冬に持ち越すのはどうかなというものだったりとか、あとは、まあ、先ほどにも言ったように、まあ、今年の冬使わなくて来年の冬も使わないだろうなっていうものあると思います。そういったものは使わなそうだなと、次回の冬使わなそうだなと思ったものは、処分だったり売るとか手放すとか譲るっていうのをしてみてください。逆に今年は使わなかったんだけど、来年には絶対使うっていうものもあると思いますので、そういったものは、まあ、今年の冬使わなかったってことは、まあ、汚れだったりとか埃もね、かぶってると思いますので、しっかりメンテナンスをしてあげて、そして綺麗にした上で収納するっていうのが大事です。ただメンテナンスちょっとめんどくさいなと、収納から引っ張り出すのがめんどくさいなというものがあれば、そういう冬物があるのであれば、おそらく次のシーズン迎える時にも同じように思って、きっと使わないであろうと思いますので、もし、まあ、メンテナンスがめんどくさいとか、ちょっとね、収納とか押し入れから引っ張り出すのがめんどくさいような冬物がある場合は、これを機に手放すのもいいんじゃないかなと思います。そして最後3つ目冬物の見直しポイントは、来年使うかどうか微妙なものも出てくると思います。で、そういったものはちょっと別に収納する保留ボックス、保管ボックスを用意していただいて、ちょっと様子見するのがいいのかなと思います。
例えば1ヶ月2ヶ月様子を見て多分使わないだろうな、手放してもいいかなと思えたものは処分、売るとか手放すでもいいし、もしくは来シーズンを迎えるまでちょっと様子を見て、で次のシーズン手前で収納から出して、いやこれちょっと汚れもひどいし使わないだろうな今シーズンもと思ったら、その時に手放すとか売るとか譲るとかっていう感じでもいいので、ぜひそんな風に冬物の見直しポイント3つ申し上げましたので、ぜひ参考にして見直し、処分、メンテナンスしてみてほしいなと思います。でこの冬物の見直し、処分、メンテナンスがなぜこの時期に大事なのかというと、不要になったものを溜め込まないことでお部屋をきれいに保てますと。さらにはお部屋だけではなくて、目に見える場所だけではなくて、まあ、収納ですね、収納もきれいにすっきり保つことができ、でさらに不要なものが増えないことによって収納代の節約にもなりますよね。どんどん使わないものがお部屋に溜まっていくと、どんどんその収納ボックスだったり収納棚だったり、衣類系であれば収納ダンスだったりハンガーラック、突っ張り棒が必要になってきたりとかもしますよね。でそんな風に物も収納も増えてしまえば、ホコリとか汚れの原因になってしまいます。お部屋がどんどん汚くなってしまいます。逆にしっかりこの時期に冬物の処分、見直しをすることによって、まあ、そういったホコリとか汚れの予防にもなりますので、ぜひこの3月中に皆さんにもやってほしいです。でもう一つ、この時期に冬物、皆さんの所有物の見直し、処分、メンテナンスをするメリットがあって、それは何かというと、使わなくなったものをしっかり処分し、そして、まあ、次のシーズンも使うものをしっかりメンテナンスして収納することによって、収納自体の風通しも良くなりますし、あとしっかりメンテナンスを繰り返すことによって物が長持ちしますよと。で物が長持ちすることによって節約にもなりますので、まあ、冬だけではなくてね、しっかり季節の変わり目に持ち物の見直し、そして不要なものがあれば処分し、必要なものはしっかりメンテナンスをするっていうのが大事になってきます。で以上の冬物の見直し、処分、メンテナンスが終わりましたら、春物の準備をしてください。我が家の場合は、まあ、衣替えするほどでもないので、衣類に関してはこちらにかかっているコートをクリーニングに出して、そして春に着る衣類のチェックですかね、少し薄手の衣類や肌着を確認して、もしちょっと着れなさそうだったらユニクロで買いに行こうかなと思ってます。ただ多分大丈夫だと思います。であとはこの時期ね、花粉症があるので、絶賛今花粉症でね、目が痒かったりするんですけども、もし皆さんこの動画をご覧いただいている方の中に花粉症がひどいと毎年毎年嫌になっちゃうっていう方は、その花粉症対策アイテム、例えば目薬だったり、なんか市販薬的なものだったりとかあれば、しっかり早めに準備しておくっていうのは大事じゃないかなと思います。なんなら僕はもう今日の今日からですね、ちょっと痒みがひどいので、目の今日から目薬を差し始めました。まあ、そんな感じでですね、しっかりとこの時期に3月中に冬物を見直して、そして春物を準備するっていうのが大事になってきますので、ぜひ実践してみてください。では続いて2つ目参ります。3月中にやっておきたいこと2つ目は、新生活への準備をするということです。あと1ヶ月で4月からは新年度が始まります。例えばこの3月4月で卒業、学校を卒業するお子様がいらっしゃったりとか、まあ、進級進学するお子様がいたり、大人もですね、新しい仕事が始まったり、新入社員がね入ってきたり、部署が変わったりする人もいらっしゃるかと思います。そして人によっては3月中に引っ越しを控えている人もいるかもしれません。ではこの3月に具体的に何をすればいいのかというと、大人もそしてお子様もしっかりやるべきことのリストアップが重要です。なぜかといったら、やり忘れを防止するためですね。なのでぜひ皆さんはこの3月中に、まあ、この動画で僕が申し上げたこと以外にもですね、何か大事なイベントがあったりとか、やらなきゃいけないことあるかと思いますので、しっかりと箇条書きでね、自分のことも含めて、家族のことも含めて、子供のことも含めて、何をやらないといけないのかっていうのをしっかり箇条書きでリストアップしてみてください。で、大人の場合はですね、昨年度の書類整理や名刺の整理、あとデスク整理ですね、職場のデスク整理だったりとか、必要であれば引き継ぎ作業が必要かと思います。で、引っ越しする人は
荷造りだったり持ち物の処分や売却、あとは転出届、ライフラインの変更などいろいろねやらなきゃいけないことがあると思いますので忘れないようにしてください。でお子様がいらっしゃるご家庭はですね、不要になった教材、ノート、プリント、学生服、シューズ、ユニフォーム、カバン、文房具、習い事&部活動アイテムの見直しや必要であれば処分、整理整頓が必要かと思いますので、しっかり新年度が始まる前に、進級進学する前にですね、このあたりの見直しも必要かなと思います。あとは新学年新学校に必要なものの確認もねしっかりした方がいいですね。慌ててドタバタで準備するとか処分するってなると結構大変なので、新学年新学校に必要なものは例えばまあ制服だったり教材の確認だったり、カバンの用意だったりとかね、準備だったり、あと部活に入るのであれば部活動で必要なアイテムもねしっかり準備しなきゃいけないし、あとは学費の確認ですね、しっかりお金も用意しなきゃいけないですし、あと学校によっては宿題の有無も確認した方がいいと思います。新年度早々ね、宿題忘れましたってなっちゃうと良くないので、しっかり親がね、まあ、管理するというか、まあ、しっかり宿題の有無も確認するっていうのが大事になってくると思います。で必要であれば新年度から始まる授業の予習なんかも早め早めにね、その新年度の準備をしておくと授業の予習なんかもできますので、しっかり親と一緒にというか家族全体でね、新年度の準備をしていく、声かけをしていくっていうのは大事じゃないかなと思っています。で3月中にやるメリットとしては大きく2つありまして、まず1つ目に準備を早く済ませると心に余裕が生まれますよと、2つ目のメリットとしては新生活でスタートダッシュができますということですので、ぜひ早め早めに新生活への準備をしてみてください。続いて3つ目参ります。3月中にやっておきたいこと3つ目は、新生活グッズを揃える。ただし買いすぎ注意ということです。これつまりどういうことかというと、3月だったり4月というのは様々なお店で新生活応援キャンペーンがあると思います。なので必要なものは、皆さんがこれは絶対必要だと思ったものはこれを機に割安で買い揃えるのは OK だと思います。ただ新生活応援キャンペーンの罠にはまらないことも重要です。つまり安いからとかお得だからといって何でもかんでも買うっていうのは間違いだということですね。今家にあるものがまだまだ使えるのに、まだ使い切ってもないのに、お得だから安いからといって買い替えると、結局それって節約になってないので、支出がね高くなっちゃって皆さんの資産が減っちゃうことになりますし、当然その買うっていうことは物も増えます。でそうすると収納代とか家賃も増える可能性だってあるし、お部屋が散らかりやすくなったり、ほこりとか汚れもたまりやすくなったりしてしまいます。さらに毎年毎年のようにね、新生活応援キャンペーンでアイテムを買い揃えたりとか、まあ、買い替えたりとかすると、結局毎年毎年物欲が出てきてしまって、もっともっとってなるから物も支出も増えてしまう、そういうのが癖になっちゃうんですよね。でもしかしたらこの動画をご覧いただいている方の中にも、まあ、新規一点ちょっと家のアイテムをね、そう入れ替えしよう、買い替えようと思っている方もいらっしゃると思いますが、あまりにもその買い替えのアイテムが多すぎちゃうと新年度早々ね、大金を失ってしまいますので、本当に注意が必要です。結論ですね、皆さんにお伝えしたいこととしては2つありまして、まあ、まず1つに、必要なものであれば3月中にしっかり買い替えて、買い揃えて準備をしていきましょうと。で、あらかじめ皆さんが買わなきゃいけないもの、必要なものはリストアップすることが必要です。で2つ目の結論としては、これはまあミニマリスト的な考え思考なんですけども、原則今あるものを使う、使えるものを使うっていうのが一番理想的だと思います。樽を知るというか、お金も守れるし、皆さんの資産財産も守れるし、結局その今使えるものがある、消費しきれてないものがあって、それを使うっていうのが結局まあ一番節約にもなるし、まあ、物欲も抑えられますし、その毎年毎年そういう物欲にかき回されたりとか、
その消費社会の罠にはまったりとか、新生活応援キャンペーンのね、罠にはまらずに済むのかなと思いますので、ぜひね、その点だけ気をつけてみてください。で、我が家の場合は3月4月で新生活グッズを買う予定はありません。ただ、2月に引っ越したので、多少新生活で、その新天地で、新居での必要なアイテムは多少買い揃えたりはしました。ただ、その時も必要なものをしっかりリストアップして、まあ、不必要に不要なものを買わないように、余計なものを買わないように気をつけたので、ぜひ皆さんもね、そんな風に買い物をしてほしいなと思います。続いて4つ目参ります。3月中にやっておきたいこと、4つ目は、冬の期間の生活費を確認、見直しをするということです。まあ、具体的には、まあ、1月から3月中の生活費をね、まあ、確認して見直しをしてほしいんですけども、なぜかというと理由は3つあります。まあ、まず1つに、新生活、新年度が始まる前に、しっかりと家計を整えた方がいいスタートが切れるからですね。そして2つ目の理由としては、3月とか4月っていうのは特に新生活に向けた準備でお金が出ていくので、しっかりその前段階で生活費をしっかり確認して把握して見直しておいた方が皆さんの財産資産を守れるよということです。で、最後3つ目の理由としては、そのどんどん気候がね、暖かくなるじゃないですか。で、そうすると我々は外出する頻度も増えますよね。寒い時期ってなかなか外出するのが面倒で、まあ、買い物の頻度とかも減ってたと思うんですけども、やっぱり暖かくなってくると子供と遊びに行ったりとかね、買い物行く頻度も増えるので、だからその要は消費とか支出が増えるわけですよ。だからそうならないためにもって言ったらあれですけども、その支出がね、不必要に高くならない意味でもためにも、その家計簿、皆さんの生活費を確認して節約できるところは節約していくっていうのが大事じゃないかなと思っております。なので対策としては、皆さんにやってほしいこととしては大きく2つあります。まず1つ目は、何度も繰り返しにはなりますが、今一度1月2月3月の生活費、家計簿を確認して必要であれば節約をしてください。で、特に気をつけてほしいのは、これは我が家にも言えることなんですけども、食費と光熱費と子供費に関しては、まあ、特に目を光らせてですね、まあ、支出が高くなっている項目があれば、内訳があればしっかり節約していくっていうのが大事になってきます。で、食費に関しては、まあ、皆さんにお尋ねしたいんですけども、この冬太りませんでしたでしょうか。そしてその1月2月3月ってね、その人によっては、会社によっては繁忙期だったりとか忙しかったりとかするので、その要は疲れとかストレスとかで暴飲暴食していなかったでしょうか。外食が増えたり惣菜が増えたりしてませんでしたでしょうか。で、そういう方はやっぱり食費が高くて生活費が上がってしまって、で、それが例えば新年度を迎えてもずっと続いてしまうとあまりよろしくないので、例えばこの冬太ってしまった方であれば、春夏に向けて露出がどんどん増えてきてしまいますので、健康的な体にするためにも、ダイエットをする意味でもしっかりと食事の管理をすることは大事ですし、仕事が忙しくて疲労がひどくてストレスもひどくて暴飲暴食してしまった方は、これを機にですね、3月中に新年度を迎える前にですね、しっかり健康的な食事に戻していくっていうのも大事になってくると思います。で、光熱費に関しては、暖房機器を使用するご家庭も多いと思いますし、あと家にいる機会もね、きっと多いと思いますので、その照明機器だったりと、その電気代とかガス代高くなると思うんですよ、お風呂だったりとか。だから、まあ、この時期にですね、まあ、しっかりと温度調整だったりとか、まあ、暖房機器をしまうとか、不必要にそのコンセント差しっぱなしにしないとか、こまめに電気を消すとかして、光熱費の節約も試みるといいかなと思います。で、子ども費に関しては、まあ一部仕方のないところではあるとは思うんですけども、子どもの成長とともにですね、やっぱり毎月毎月お金かかってくると思います。ただそこで諦めてしまうと、もう際限なくね、そのお金かかっちゃうので、削れるところは削る、節約するところは節約して、お金をかけるところはお金をかけるっていうふうにすると、子ども費もある程度は節約できると思いますので、ぜひ3月中にいろいろ試行錯誤してみてください。
続いて2つ目の対策としては、新生活の準備がある場合、あらかじめどれぐらいいくらかかりそうか予測を立てておく、予算を決めておくっていうのも大事かと思います。で、あらかじめその例えば買うものがある場合は買い物リストをしっかり準備していただいたりとか、あとは大きなイベント、出費、例えば結婚式があるとか、引っ越しをするとか、まあ、そういうちょっと大きな出費がある方もいらっしゃると思うので、まあ、そういうのをちゃんとリストアップして、どれぐらいお金がかかりそうかっていうのを、まあ、見立てを立ててですね、でどんなことで節約できそうなのかっていうのをしっかりこの3月中にお金を払う前に対策を練っておくっていうのも大事じゃないかなと思います。例えば引っ越しを控えている方であれば、退去費用とか入居費用の節約準備ですね、どうやったらいかに削れるか、我が家もちゃんとやりましたね。あの退去費用をぼったくられないように、そして入居費用をぼったくられないようにしっかりと勉強して対策をしました。でその結果本当に運万円単位で節約できましたね。結構その強めにというか、仲介会社とか不動産会社と僕は対等な立場という認識のもと、結構まあその強気で交渉しました。でその結果、その退去費用に関しても入居費用に関しても、あと引っ越し会社とのまあ交渉もうまくいって、運万円単位で節約になりましたね。あとは火災保険の見直しとかもまあ大事だと思います。引っ越しされる方は入居費用、退去費用、そして引っ越し会社への交渉だったりとか火災保険の見直しをして節約するのが大事ですね。運万円単位で節約になると思います。であとはその新生活で車を買い替えるとか、新しく車買わなきゃいけないっていう方とかもいらっしゃると思いますので、まあ、この辺もですね、車の購入費のその節約ができるように、どのお店で買ったら節約になりそうかとか、あとは例えばその見積もり出してもらうじゃないですか。で結構ね、素人の方だとその、まあ、僕もそうですけど、何のこっちゃじゃないですか。そのクリーニング代とかメンテナンス費用とか、なんかその保証だったりとか、向こうは営業のプロなので、あった方がいいですよとか、万が一のためにとか言ってくるんですけども、そこはまあ分かんないこととかは聞いて、しっかりと不要なものは削っていけば、おそらく運万円、下手すると十何万円節約になるかと思いますので、その辺もしっかり調べておくとか、あとはその車に詳しい人を一緒に連れていくとか、いろいろ聞いてみる、事前にどういうところで節約できそうかっていうのをやっていくとかなり節約になると思いますし、あと自動車保険の見直しもね、必要かと思います。であとはその新生活グッズを買うってなった時は、先ほどにも言ったようにリスト化してほしいんですけども、そのどこで買うのが安そうかっていうのをしっかり調査する。引っ越し前に買うのかとか、引っ越し後新天地で買った方が安いのかだったり、近所だったらどのお店で買うのが安そうかっていうのをリスト化する。ちゃんとお店とかどこで買うっていうのも一緒に記入しておくと、スムーズにその新生活への準備もできるはずです。で、あとはちょっと余談ですけども、もうじきね、確定申告の締め切りなので、締め切りがね、3月15日の金曜日なので、まだやってない方は忘れないようにしてください。続いて5つ目参ります。3月中にやっておきたいこと5つ目は、運動、食事、睡眠、お部屋の改善ですね。なぜかというと、3つ理由がありまして、まず1つ目に、季節の変わり目で体調不良を起こしやすいからです。そして2つ目、子供もですね、春休みがあると思うんですけども、生活習慣が乱れやすいんですね。子供も大人も。親もその影響を受けることがありますので、やっぱりその、まあ、規則正しい生活というか、やっぱりそのお部屋も乱れやすいですし、食生活とか運動習慣とか睡眠事情とかもやっぱり乱れやすかったりとかするので、しっかり注意していく必要があるのかなと思います。あと3つ目の理由としては、その確定申告だったり、お引越しされる方もいらっしゃるでしょうし、部署移動など、その新生活への準備が忙しかったりとかすると、結構その生活習慣が乱れやすかったりとかするので、この時期に3月中にしっかり調整していくっていうのが大事じゃないかなと思います。では皆さんにお伺いします。皆さんは十分な睡眠が取れていますでしょうか？お菓子やジャンクフード、外食、惣菜、お酒、タバコ、増えてないでしょうか？そして適度な運動習慣はあるでしょうか？そして最後の質問は、暖かくなってきて気が緩んだり、仕事が忙しかったり、新生活の準備などでお部屋が散らかってないでしょうか？もし当てはまるものがありましたら、改善が必要な方はですね、しっかりとこの3月中に見直していきましょう。
じゃあ具体的に何をすればいいのかというと、本当にごくごく当たり前のことにはなってしまうんですけども、睡眠であれば早寝早起きを心がけて、できる限り7時間以上睡眠を取るというのが大事になってきます。で、食事に関しては1日 2,3 食ですね、しっかりとっていただいて、バランスのいい食事を心がけてください。惣菜、外食、お酒、ジャンクフード、お菓子はほどほどにしましょう。で、運動に関しては1日30分の運動を心がけて、まあ、散歩でもいいですし、例えば日常に運動を取り入れる、例えば平日の仕事がある日とかであれば、エスカレーター、エレベーターは使わず階段をなるべく使うとか、あと人によっては週2回ジムに通うとかでもいいですし、自宅で運動するとかでもいいので、まあ、できる限り毎日1日30分ぐらいは体を動かすっていうのが大事になってくると思います。で、お部屋の見直し改善に関して言えば、もう僕のチャンネルでは何度もしつこく言ってますけど、片付け、整理整頓、お掃除が大事になってきますので、しっかりお部屋を3月中に整えておきましょうと。あと、可能な方は、余裕がある方は、健康面での目標を立てることもおすすめです。まあ、例えば夏までに何キロ痩せるとか、お酒をやめようとか、料理を勉強して自炊を頑張ろうとか、断捨離を頑張って片付けを頑張ってお部屋をきれいにしようとか、まあ、そういう目標があるとモチベーションも上がりやすいですし、頑張れる人もいるのではないかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。続いて6つ目参ります。3月中にやっておきたいこと6つ目は、資産形成の再確認をするということです。これなぜかというと、理由が3つありまして、まず1つ目は、子供が進学するご家庭は学費が変化したりとか、子供の成長とともに支出が変化するからですね。そして2つ目の理由としては、その大人もですね、引っ越しだったり転職だったり部署移動などで収入とか支出に変化が現れることもあるからです。で、3つ目理由としては、新NISAが始まって2ヶ月が経過しました。その後、皆さんの家計状況だったり、あと現金比率に応じて積み立て投資額を見直すことが大事だからですね。じゃあ具体的に何をすればいいのかっていうと、そのお子様の学費、養育費などをしっかりこの時期に3月中に確認し、資産形成をどうするのかしっかり考えていく、まあ、なんなら家族と相談するというのが大事です。そして新生活で、新年度で生活費がどうなりそうなのかっていう、まあ、見立てを立てて予測をして、あとまあ予算を立てるなどして、あとはその新生活で、新年度で収入がどうなるか、増えるのか下がるのかというのも分析しつつ、3月からの資産形成の計画を練るっていうのが大事になってくると思います。で、我が家の場合も、まあ、もともとね、引っ越し前からも生活費だいぶミニマルにしてたんですけども、引っ越したことによって、かなりまた生活費が下がりましたので、働き方をまた改善しようと思ってます。まあ、つまりはより働かない生活にね、シフトしようと思っているので、まあ、その辺もちょっと様子を見ながらですね、あの資産形成をどうするのかっていうのを考えていきたいなと思ってます。一応事前に微調整はしました。ただそのありがたいことに収入もある程度ありますし、現金比率がちょっと多くなってきたので、一応積み立て投資額は増やしました。ただ、まあ、その仕事をちょっと減らそうかなと思っているので、まあ、収入がどうなるか分かりませんので、まあ、今後ちょっとね、様子を見て調整しようかなと思っております。ぜひ皆さん、まあ、この新生活、新年度で収入が変化したり、支出が変化したりとか、まあ、大きな出費があったりと、結構ね、そのお金面の動きが激しかったりとかすると思いますので、しっかりその辺をね、確認しつつ、資産形成の準備というか、まあ、どういうふうに調整するのかっていうのを考えてみてください。では7つ目参ります。3月中にやっておきたいこと7つ目は、新生活での目標を考えるということになります。せっかくなので、この時期にいい機会なので、新生活での目標も考えておくといいと思います。そのためには、新生活での大きなイベントもね、今のうちに確認しておくことが必要です。まあ、例えば引っ越しとか転職、部署移動、子供の進学、あと結婚式だったり、ご出産が控えている方ね、いらっしゃると思います。で、そのまあ大きなイベントを確認した上で、新年度の目標も考えてみてください。例えば新しい職場で頑張ろうとか、新生活では節約と貯蓄を頑張ろうとか、私は夏に向けてダイエット頑張ろうという方もいらっしゃると思いますし、出産に向けてね、しっかりと準備を進めていこうとか、
子供が進学して毎日お弁当が必要だから料理の勉強しようとかでも全然いいです。で例えば、僕の場合なんですけども、今現時点でセミリタイア生活3年目なので、その趣味の YouTube とか、あと興味のある仕事とかもね、ぼちぼちしてきたんですけども、ちょっとねやっぱり生後間もない子供がいるので、今生後8ヶ月の子供がいるんですけども、やっぱりもう毎日育児が大変なので、もうちょっとのんびり暮らしたいっていう気持ちもありますし、ね、先ほどにも言ったように仕事量をねもう少し減らそうかなと思っております。あとは昨年2023年に子供が生まれたので、仕事は減らすんですけども、今の資産とプラスして、しっかりと学費だったり養育費の準備はしておきたいなと、極力資産減らしたくないなと思っておりますので、先ほどにも言ったようにそのポートフォリオの調整だったりとか、現金比率調整したりとか、積立額の調整ですね、この辺は慎重にやっていきたいなというふうに考えております。ぜひ皆さんもですね、せっかくの機会なので、新年度に向けた目標を考えてみてください。では最後8つ目になります。3月中にやっておきたいこと8つ目は、自分をいたわる、疲れを取るということになります。これどういうことかというとですね、その新生活への準備だったり、あとは仕事とか育児が忙しい人もいらっしゃるでしょうし、あとは季節の変わり目で結構体調がね、その変化しやすかったりとかするわけですよ。体調管理が難しいじゃないですか。例えば我が家で言えば、ちっちゃい子供がいるので風邪をうつされたりとか、あと花粉症の時期で鼻水がたくさん出たりとか、目がすごい痒かったりと、結構ね大変な時期なんですよ、この3月4月というその春先って。かつ今までのこのね12月1月2月というその冬の時期っていうのは、血行が悪くなりやすいので、結構ね体が硬いとか、その首とか肩とか腰とかがめっちゃ凝ってるとか、なんならもうすでに痛みが生じてるっていう方もいらっしゃると思いますので、しっかりとこの暖かくなってきた時期、3月中、なんなら4月も含めてですけど、自分をいたわったりとか疲れを取るっていうのも大事じゃないかなと思います。ぜひそこに時間とお金をかける。お金のかけすぎは要注意ですけどもね、そこはしっかり自分を大切にする意味でも、健康は何よりの財産なのでね、しっかりとその辺も考えてみてください。例えばどうすればいいのかというと、十分な睡眠をとったりとか、ストレッチをするとか、気分転換に運動スポーツをするとか、美味しいご飯を食べに行くとか、マッサージに行くとか、妻であれば鍼治療に行ったりとかしてますね。あとはちょっとプチ旅行に出かけるっていう人もいらっしゃるでしょうし、あと読書をしたりとか、映画見たりとか、友達と会ってたくさん話したりとか、あとは我が家であれば、その僕と妻でその交代交代に子供の面倒を見て、一人時間をね満喫したりということもやったりしてます。ぜひそんな風に自分なりのリフレッシュ方法を取り入れてみてください。でそんな風に3月、今までこの冬の時期で血行が悪くなった体だったりとか、疲労とかストレスが溜まった自分に対して、しっかりそのリフレッシュをする、疲れを取る、自分をいたわるメリットとしてはいくつかあるんですけども、3つあって、まず1つに、新生活でも頑張れたりとか、その新生活でのストレス対策になったりします。で2つ目メリットとしては、5月病の予防にもなるのかなと思います。そこで自分をいたわれなかったりとかすると、その5月のねゴールデンウィークを境にちょっと病んでしまったりとか、も体力的に限界を迎える人もいらっしゃるから、その予防というか対策っていう意味でも、この3月4月中にねしっかりと自分をいたわったりとか、ストレスを今のうちに発散させておくっていうのも大事じゃないかなと思います。で3つ目のメリットとしては、しっかりその自分をいたわったりとか、疲労を回復させることによってストレスが発散されたりとか、体調が良くなったりとか、疲労が回復したりとかすると、その自分の体をいたわることの大切さ、大事さに気づけると思うんですよ。定期的にやっぱりこういうリフレッシュも大事だなみたいな、定期的にまたこういう習慣、例えば本を読むとか、友達に会うとか、そういう習慣を取り入れていこうとか、そういうふうに気づけると思うので、ぜひこの3月中にしっかりそのリフレッシュっていう予定もスケジュールも組み込んでみてほしいなと思います。最後、皆さんへのメッセージとしては、新生活への準備は大変だと思いますが、休むこと、体調を整えること、ストレスを発散させることもとても大事です。体からの SOS サインを見逃さずにですね、しんどいとか疲れたとか、そろってやばいなと感じたら、ゆっくりと休んでリフレッシュをしましょう。
はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。本日の動画では暮らしとお金に余裕を作る3月中にやっておきたいことを8つお話をしてきました。ぜひ参考になったものを今日の今日から実践してみてください。最後にこのチャンネルでは自由で身軽なライフスタイルを追求するミニマリストが子供がいても少ないものとお金でのんびり暮らすをコンセプトに実践的な暮らしのヒントを発信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。